ルイ十七世、ルイ十七世、七百八十五年、三月二十七日から七百九十五年六月八日は、フランス国王ルイ十六世と、王妃マリー・アントワネットの次男、兄の死により王対し、同伴となった、七百九十一年九月からは、八月十日、事件以後、国王一家と共に、タンプル島に遊兵されていたが、父ルイ十六世の処刑により、 王党派は、名目上のフランス国王、在位、1793年1月21日1795年6月8日に即位したものとみなした。名目上のナバラ国王でもあった、ナバラ国王としては、ルイス六世。しかし解放されることなく2年後に病死した。先例名により、ルイシャルルとも呼ばれる。出生と同時に、ノルマンディ公爵の尺を受け、 兄ルイ・ジョゼフの養成後は、王太子となった。姉は後に、いとこのアングレーム公爵、ルイ・アントワーヌ、後のシャルル十世の長男の日となり、ブルボン朝最後の王太子日となるマリー・テレーズである。第二王子として、誕生を喜ばれ、赤字夫人とまで呼ばれたマリー・アントワネットも子供が、できると一時落ち着いた生活を送るようになったという。しかし、フランスは、 絶対王政が次第に揺るぎ始めていた時代でもあったため、その人生は不運なものだった。短い幸せな宮廷生活では、姉のマリー・テレーズと共に、フランス革命後に養育係となったトゥルゼル夫人の娘、ポーリーヌを慕い憧れた。4歳の時に、兄が病死し、同伴となる。幼年ながらも目鼻立ちは整い、赤みがかったブロンドの髪に碧眼を持つ美しい。 顔立ちと愛嬌もあり、活発な性格で、宮廷内の人々を魅了した。マリー・アントワネットは、愛のキャベツとあだ名をつけ、愛情を注いだ。だが、神経質で慣れない物音に怯えること、軽率な面があり、嘘をつくつもりはないが、想像力により話におひれをつける癖がある欠点を、トゥルゼル夫人宛の書簡に記載している。1789年7月14日に、 フランス革命が勃発10月5日にベルサイユ行進が起こると国王一家はパリのチュイルリー宮殿へ移され軟禁状態となったパリへの移動の際は馬車の窓から顔を出しママを許してあげてと群衆に向け叫び続けた新たな住居では宮殿に出入りする国民衛兵の子供たちと衛兵ごっこをして遊び監視の国民衛兵にも 陽気に、振る舞い両親を安心させた。国王一家は2年後の1791年に、バレンヌ逃亡事件を起こし、民衆によって8月13日に、タンプル島に遊兵された。この時、ルイ・シャルルは6歳だった。タンプル島に遊兵されると、父からラテン語、フランス文学、歴史、地理を教わり、おばエリザベート王女からは、姉と共に数学を学んだ。 数学が理解できない老番は暗号の通信文を子供たちが書いていると勘違いした。この頃の国王一家はまだ待遇よく扱われ庭への散歩も許可されておりゲームで遊んだり国王一家に同乗した職員からルイ・シャルルに送られた愛犬ココと過ごしたこの犬は後に生き延びたマリー・テレーズの亡命生活を共にし1801年ワルシャワ滞在中に事故死している。 1793年1月21日、ルイ16世が処刑されると、マリー・アントワネットは息子にひざまずき、国王崩御、国王万歳と言い、立ち上がると、マリー・テレーズ、エリザベートと共に深々と大辞儀をした。1月28日、ベスト・ファーレンにいた王子のプロヴァンス伯爵、後のルイ18世ら反革命派や亡命貴族は、処刑された。 ルイ16世紀の追悼式を行い、王大使を国王ルイ17世とする宣言をした。しかし、ルイシャルル本人は、革命待っただ中のパリで監禁された身では、退官式を行うことも叶わず、自分が国王と呼ばれていることさえ知る予しもなかった。恐怖政治家にあったタンプル島収容者への待遇は、次第に悪くなり、1793年5月。 はじめに高熱と脇腹の痛みを訴えた、ルイ17世のため、マリー・アントアネットは診察を要求したが、何度も拒否され続けた。その後、診察が行われ、熱は下がったが腹痛は収まらなかった。以後、ルイ17世は体調を崩したままとなる。7月3日、ルイ17世は家族と引き離され、開花のルイ16世が使用していた部屋に移動させられた。 王室を汚い言葉で罵る新聞を発行する、ジャックル・ネイ・エベールから貢献人権教育係として命令を受けた文盲の靴屋の下で過ごすことになった。シモン、エベール、パリコミューンの指導者による監視及び、貴族的なものを忘れよき市民となるための再教育が行われた。彼らは、サンキュロットに見えるように、ルイ十七世の毛服を脱がせ、革命党員の制服を着用させた。 そして、ラ・マルセエーズなどの革命家、カトリックや王室の家族を否定し冒涜することは、猥褻な言葉を教え込ませた。やがて教育は、虐待が加わり、具合が悪くなるまで無理やり酒を飲ませたり、ギロチンにかけて殺すとまで脅すありさまであった。また、シモンは、ルイ十七世を自分の使用人として、給仕や雑用を行わせた。暴力は、日常茶飯事となり、 万兵たちも虐待を見るのを嫌がったというパリコミューン、総会議事録の記載も残されている。偶然、シモンの虐待を目撃したパリ市通商取り次ぎ人のルブーフは、自らの教師と判事という立場から非人道的な扱いを告発するが投獄され、後に命の危険を感じ、パリコミューンを退職し、パリを去った。シモンの妻マリージャンルは、ルイ17世の身の回りの世話をしたが、 夫の行き過ぎた虐待をやめさせることはできなかった。ルイ十七世は暴力と罵倒や脅迫による精神的圧力によってすっかり臆病になり、かつての快活さは消え去った。この頃、スペインの外相とイギリスの外相はタンプル島に潜入させていたスパイから、売春婦に8歳のルイ十七世を交換させ、性病に感染させたという知らせを受けていた。 さらに、マリー・アントワネットを処刑に持ち込みたい、エベールとショーメットは、彼女が不利になる証拠を作るため、シモンは、ルイ十七世に G を覚えさせた。母と、おばはそれを見て、楽しみ、謹慎相関の事実があったという書類に10月6日に、強制的に署名をさせる。翌日、マリー・テレーズとエィザベートは、それぞれ別々に、ルイ十七世の部屋に呼び出され、尋問を受けたが、 ルイ十七世は、ショーメットらのでっち上げた罪状が事実であると繰り返した。そしてこの尋問は、ルイ十七世が家族の姿を見た最後となった。マリー・アントワネットの処刑後、今度はエリザベートを処刑するための証拠を作ろうとした。すでにエベールらに洗脳されていたルイ十七世は、かつておばが行っていた密書の送り方などをあっさりと告白した。このショーメットは、常に、 ルイ十七世と過ごしているシモンが、王党派に買収されるのではないかと不安になり、シモンを厳しい監視下に置いた。この待遇が面白くないシモンは、ルイ十七世に、さらに暴力を振るうことで鬱憤を晴らした。パリコミューンはシモンに圧力をかけ、1794年1月19日に、シモンは、ルイ十七世の後見人を辞職、妻と共に、タンプル島から去った。 次の貢献人は指名されなかった。国内の応答派や外国の君主からは正式なフランス国王とみなされ、政治的に利用されることを恐れた、ショーメットとエベールは2月1日、元は家族の食堂であった部屋にルイ17世を押し込んだ。厚さが10フィートもある壁にある窓には、鎧戸と鉄格子があり、ほとんど光は入らなかった。不潔な状況下に、 ルイ十七世を置き、貶めるために、室内にはあえてトイレや、室内用便器は置かれなかった。そのため、ルイ十七世は、部屋の床で用を足すことになり、タンプル等で働く者はこの部屋の清掃と室内の換気は禁止された。また、本やおもちゃも与えられず、ろうそくの使用、着替えの衣類の差し入れも禁止された。この頃は、下痢が慢性化していたが、治療は行われなかった。 食事は一日二回、厚切りのパンとスープだけが、監視窓の鉄格子から、スルリと入れられた。ルイ十七世に予備林を与えられたが、暴力や罵倒を恐れたため使うことはなかった。監禁から数週間は、差し入れの水で自ら、体を洗い、部屋の清掃も行っていたが、ルイ十七世は来る病になり、歩けなくなった。その後は、不潔なボロ服を着たまま、 排泄物だらけの部屋の床や飲みと白身だらけのベッドでついた中横になっていた。室内はネズミや害虫でいっぱいになっていた。深夜の監視人交代の際に生存確認が行われ、食事が差し入れられる、鉄講師の前に立つと、戻ってよしと言われるまで、セムシのせがれ、暴君の息子、カペのガキなどと長々と罵倒を続けた。万平の遅刻があった日は、 同じ夜に何度もこの行為は繰り返された。もはや彼に人間的な扱いをする者は誰もいなかった。パリコミューンの派閥争いにより、エベールは支持者らと共に3月24日に処刑され、その3週間後にショーメットも処刑された。5月11日、ロベスピエールはタンプル島の様子を見学した。その後、7月28日に、 ロベスピエールやロベスピエール派だったかつてのルイ十七世の後見人シモンも処刑された。ジャコバン派の旧貴族で後に総裁となるポール・バラスはロベスピエール処刑の日にマリー・テレーズとルイ十七世を訪ねた。バラスは二人に礼儀正しく接し、王子、王女と呼んだ。バラスは悪臭漂う独房の子供用の小さなベッドに衰弱したまま横になったルイ世を目撃し、 その衰弱ぶりと不潔な室内に驚愕する。バラスは当時二十四歳だったマルティニック島出身のジャンジャック・クリストフ・ローランを新たな貢献人にすることに成功した。ローランは九月一日にルイ十七世の独房の清掃を二人の男性に行わせ、マリー・テレーズに依頼されて、白身と飲みだらけのルイ十七世のベッドを処分し、彼女が使用していたベッドを ルイ17世に使用させた。ローランは自ら、ルイ17世を入浴させ、体にたかった虫を取り、着替えさせた。室内の家具とカーテンの焼却も命じた。この日、ルイ17世は、医師の診察を受けた。この頃のルイ17世は、栄養失調と病気のため灰色がかった肌色を押し、こけた顔にぎょろりと大きくなった目体中に黒や青や黄色のミミズハれがあり、 爪は異常に伸びきっていた。ローランはタンプル島の屋上にルイ17世を散歩に連れ出すが食事の質が改善されなかったことと病気での衰弱がひどく一人では歩けなかった。11月8日、国民公会はルイ17世の世話をジャンバティスト5万に命じた。5万はルイ17世の衰弱した姿に驚き国民公会の再視察を依頼した。 ルイ十七世は長く続いたローランと五万の親切な対応に驚いたが、徐々に彼らに懐いた。11月末に役人のデルボイがルイ十七世のもとにやってきたが、もうこの頃のルイ十七世は衰弱しきっており、デルボイと会話をすることができなかった。しかし、デルボイはルイ十七世の部屋の窓にかけられた柵を取り払うよう命じた。ルイ世はおよそ2年ぶりに、 日の光が入る部屋で過ごせるようになった。五万は、ルイ17世の病状を国民公開に確かめるよう、何度も嘆願し、外で遊ばせる許可を得た。しかし、ルイ17世の体調は悪く、独房の日の側で過ごした。この頃には、フランス国内の空気も変化し、タンプル島で行われていた、ルイ17世への虐待や、現在の待遇も、国民の話題となっていた。 11月26日、世界通信紙は、ルイ17世のひどい待遇が行われていた事実を公式に認める記事を発表した。関係者らは逮捕され、国民公会に連行され、保安委員会のマテューは公式に、応答色の強い新聞記事を否定し、革命支持者のために、ルイ17世は、一般の囚人と変わらぬ扱いを受けていると、説明した。スペイン王室は、 ルイ17世の引き渡しを条件に、フランス共和国を認めると、1795年の早い時期に申し出たが、スペイン側がこれに関し争う気が見えないため、フランス側は要求を拒否した。この当時のヨーロッパ外交において、ルイ17世は見捨てられた存在であった。1795年3月31日が世話係に加わった。ラーは、 ルイ17世はラールには懐かなかったという記録を残している。その後、ローランは別の役職につき、五万が後見人となった。5月8日にローランと五万の再三にわたる要求により、医師によるルイ17世への診察が許可された。ルゾーは出くわした子供は頭がおかしく死にかけている。 最も救いがたい参上と放棄の犠牲者で最も残忍な仕打ちを受けたのだ。私には元に戻すことができない。何たる犯罪だ。と正直に意見を述べた。毎日午前中に王診に訪れ、ルイ十七世から感謝されていたルゾは5月29日に招待された国民公開公式晩餐会の後、急に具合が悪くなり3日後に死去した。彼の助手も その後死去したので暗殺が疑われた。次の医師が決まるまで渋滞の霊17世は治療を受けられなかった。6月6日、新たに主治医となった医師が治療に向かった。彼は子供の神経に触るような勘抜き、情の音を控えるように都市間をとがめ、日よけを外して新鮮な空気に当たれるようにすることを命じた。孤独な幽閉から1年半近く経過したこの日。 独房の鎧戸や鉄子、し、缶抜きがようやく取り外され、白いカーテンで飾られた窓辺を、ルイ17世は喜び、少し容体が改善した。しかし、ペルタンは、不運なことに援助はすべて遅すぎた。何の望みもなかったと報告している。6月7日、ルイ17世は衰弱し、一時は意識を失う。夜遅くに容体が急変し、ペルタンは、 薬の投与指示をして、翌6月母日朝に訪れたが、この時初めて、ルイ17世が、瀕死の状態で昼夜問わず看護もされていないことを知った。5万は看護婦を求めに行っている午後、ルイ17世の意識が薄れ始めていた。午後3時頃、激しい呼吸困難に気がついたラーヌは症状を、和らげようとルイ17世を抱き上げ、両腕を自らの首に回した。 しかし間もなく、長いため息の後、全身の力が抜け、ルイ十七世の短い生涯は終わりを告げた。ルイ十七世は、生前に、母と叔母の死を知ることはなかった。独房に墨で書かれた、ママ、僕は、ママンジュという書きかけの言葉と花の絵が残されたことや、塔の屋上に散歩に出た際に見つけた花を摘み取り、花好きの母のためにと、すでに住人がいないことを知らぬ。 ルイ十七世が母の部屋の前にそっと置いたというエピソードが残されている。ルイ十七世の死に際し、後見人たちは慎重に行動した。何事もなかったように食事の用意をさせ、部屋に運んだ。翌6月9日、ペルタンはジャンバティスト・デュマンジャン医師、ピエール・ラシュ医師、ニコラ・ジャンドワ教授を引き連れ、遺体の解剖を5時間かけ丁寧に行った。 ペルタンの記録によると、胃は非常に膨らんでいた。右膝の内側に我々は腫瘍を発見した。そして、左手首の近くの頭骨に小さな腫瘍があった。膝の腫瘍はニオンスの灰色がかった物質を含んでいたが、それは脳とリンパ液でいっぱいだった。手首の腫瘍にも同じような物質を含んだが、もっと濃い色をしていた。解凍され、脳があらわになると、 ジャンロワ教授はこの分野について40年になるが、この年齢の子供で素晴らしく発達した脳を見たのは初めてだ。白色な男性を思わせるほど完成度が高く発達していると述べた。胃の内部からは一パイントを超える非常に臭い液体が流れ出て腸は膨れ上がり、腹壁で癒着をしていた。内臓全体と両肺付近に様々な大きさの腫瘍が見つかり、 彼らは死因を、占病室の傾向が、しばらくの間滞在していたため結核が死因であると、した。国民への類17世死識の発表は4日後に、行われ、遺体は、共同墓地のサンマルグリット墓地に葬られた。死亡証明書には、コルイシャルルカペイの記録。巻月20日午後3時、10歳2ヶ月没、出生地ベルサイユ、住所パリタンプル島。 フランス人最後の国王ルイカペイとオーストリアのマリー・アントワネット・ジョゼフ・ジャンヌの息子と記載された。ペルタンは検視の際、ハンカチにルイ17世の心臓を包み、コートのポケットに入れて持ち出した。心臓はペルタンの自宅に置いて、蒸留したワインのアルコールを塗られて書棚に隠されたが、数年の時を経てアルコールは蒸発し、心臓は石のごとく硬くなってしまった。 ルイ十七世への虐待に加わった者たちは苦しんだ。夫婦でタンプル島で働いていたティゾン夫人は神経衰弱となり、その後何年間も自分はルイ十七世脱出の手助けをしたと主張した。シモン夫人、マリージャンヌはルイ十七世の死後十九年経過してからセリョーイ院の自分の部屋にルイ十七世がやってきたと言い出した。毒殺説も流れたが、 ベルタン医師が否定した。後に、ルイ17世の死を知ったマリー・テレーズは、弟を殺害した、唯一の毒は、トライヒトの残忍な行為であると述べた。生存中から、タンプル島にいるのは、重病の別の子供であり、ルイ17世は逃亡していると、噂が流れており、実際に、タンプル島で勤務する者もベルサイユ時代、もしくは、チュイルリー宮殿時代の彼を知る者は皆無であり、 独房で遊兵されている姿を見た者も,もごくわずかで、ある。死去の際に、ルイ17世の世話をしていたローラン、ゴマン、ペルタン医師も同様である。そのため、ルイ17世は逃亡しており、亡くなった少年は別人なのではないかという噂が、立った。そのためブルボン家の財産を目当てにして、自分こそが逃亡した大大使だと名乗り出る者が、ヨーロッパだけではなく、 アメリカ大陸やセーシェル諸島にまで出没するありさまだった。アメリカの作家マーク・トウェインは1885年発表のハックルベリー・フィンの冒険において偽王太子大使をからかう一説を記している。フランス北東部のシャロンイコールシルイコールマルヌ付近で発見されたジャンマリー・エルバゴーという少年は老ーがカゴに入れ脱走させたルイ17世だという噂が流れ、 総裁政府やフェルセン伯爵までもが振り回された。偽王大使の中でもドイツに現れたという人物は有名であるが DNA 鑑定の結果、マリー・アントワネットとは何の関係もなかったとされている。1814年復興世紀に改装された際、サンマルグリッド共同墓地で遺体の捜索が行われた。ルイ16世、マリー・アントワネット。 エリザベート王女の遺体は他とは別に埋葬されていたために証言から発掘できたが、ルイ十七世の遺体については、埋葬時を詳しく知る人物はほとんど死去しており、証言する者の,の記憶も曖昧であったため、掘り起こした少年の遺体がルイ十七世のものか確証がなかった。腐敗した遺体は膨張していて、10歳の少年の遺体には見えないという者がいたため、 このことも別人とすり替わったのではないかと憶測される原因となった。2000年4月、マリー・アントワネットの遺発とルイ17世のものと思われる心臓の DNA 鑑定がなされた。しかし、心臓の損傷が激しいため、鑑定にはかなりの時間を要することとなったマリー・アントワネットの兄弟姉妹やいとこ。 現在のハプスブルクロートリンゲン家の人物との比較で DNA 鑑定は行われた。その結果は心臓はルイ17世のものに間違いないというもので2004年6月にようやくルイ17世のものと判定されフランス王家の墓地がある3イコールド2大聖堂に心臓が埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。